チャオ、あっちゃんです。今日9月10、20日、あっちゃん家の、ドリンクタイム。はい、ちょっと前にね、北海道フェアで買ってきて、冷蔵庫に入れて忘れてた。飲む白い恋人、飲む白い恋人ちゃうわ。チョコレートドリンク白い恋人。飲む白い恋人ね。よく振って。よく振って飲みください。チョコレート成分が沈殿している場合がありますって書いてある。よく振って、では白くない、茶色いです。こんな感じ。では匂いはね、チョコレート。いただきます。濃い、ココア、ココアみたいに全部入れちゃう。すごいトロンとしてんね。はい、とね、すごい濃いドロッとしたチョコレートドリンク、です。はい、こんな感じ。白い恋人です。美味しかった。これなんぼしたかも忘れたけどね。ちょっとずつ飲もうやな。ごくずつ飲もうちゃうな。うまい、これ。どう？また北海道フェア来て買いに行こうか。おいしいな、これ。30分くらいかか。30分も、そこだけも構わないけど。ということで、ならでは手に入らない白い恋人のドリンクでした。これね、白い恋人が欲しかったんや、食べる方ね。で、買いに行ったら売り切れてた。で、これ売ってたからこれ買ってきてん、確か。もうだいぶ前にね、奈良来た時。またでもなんか来月奈良来るって言ったから楽しみにしてます。今週でもね、なんか全国うまいもん市かなんか近鉄でやってるって言ってたのね。で、もしかして明日とか天気が良かったら、もしかしたら行ってくるかもわかんない。ということで、またうまいもん市、面白いもん見つけてきたら、紹介したいと思います。では、またね。バイバイ。